声です。私は今、仕事も積み上げてきたキャリアも全てを捨ててここに立っています。私は理学療法士としてたくさんの方の社会復帰のサポートをしてきました。その中で日々思うこと、病気になった方々が口にすることは、もっと早くから健康を意識していればよかったということです。私は一理学療法士としてだけではなく、ミスユニバースとしてその影響力と発信力を持ってたくさんの方々の健康をサポートしたいと思っております。ありがとうございました。それではご質問は2016グランプリの高橋美久さんからお願いいたします。はい、では質問です。あなたがミスユニバース神奈川代表でなければならない理由を教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。私がミスユニバース神奈川代表でならなければならない理由は、私は一番努力したと思うからです。ウォーキングやスピーチ、そして何よりも自分と向き合うこと、このことに私は今まで逃げてきていました。この挑戦を通じて自分と向き合い、弱点や欠点全てを受け入れて自分を好きになること、たくさんの方々に勇気を与えられる存在になりたいと思います。ありがとうございました。女優として活躍し、人々に影響を与えることです。このユニバースは私にとって最終目標のための一つの通過点だと感じています。この環境にいることで自分を磨き、改めて自信を持つことができています。これからも誰にも書いてるところで一番自分に言い聞かせてる言葉なり、なんかメッセージ性が、有名にはなっていませんが、私には芸能しかないので、私はずっと女優としてやり続けます。ありがとうございます。エントリーになった、夢を応援する大きな力になる。私はただそれを一心に信じて今ここにいます。私は母子家庭で育ちましたが、母や周りに恵まれて、やりたいことには何でもチャレンジしてきました。大学時代、ヨガのチャリティー活動で活動がなかなか広まらず悩んでいる時、ミス日本に
が PR をしてくれたことで大きく前進することができました。私はミスユニバースになって、人が生まれた環境に関わらず自分の可能性を信じて、自分なんてではなく自分にだってそう信じられるよう、ミスユニバースの発信力を使って人の夢を応援していきたいです。ありがとうございました。それでは質問を株式会社ナナレタの内田代表でお願いいたします。それでは質問させていただきます。八田さん、一番最初会った時とだいぶ変わられたと思うんですけど、レッスンどうしたりして何が一番変わったかなと思うところですか。はい、一番変わったのは人前で恥をかくことを恐れなくなったことです。昨年のミスユニバース神奈川県代表の高橋美紀さんにトレーニングで言われた一番印象に残っている言葉は、恥をかくことを恐れていてまだ殻を破れていない、セミファイナルの後にそう言われました。私はチアダンスをやっていながらまだ人前で出ること、一人で出ることに恐れていた、その自分に気づかされました。年末年始にとことん自分と向き合って、自分の弱いところ、今まで逃げてきた向き合いたくない自分と向き合ってきました。それを人前でさらけ出すことで私は自信を手に入れました。それが私がこのミスユニバースを通じて一番大きく変わったところです。ありがとうございました。
じめられてる子や街で困ってる人には手を差し伸べ、マナーが悪い人には初対面であろうと注意をしてきました。私は気が強くて正しいと思うことは曲げられない頑固者です。間違ってる人には違うと、 SOS を出している人には喜んで力を貸す。私はミスユニバースを勝ち取り、自分よりも他の人を大切に思う気持ちの大事さを教えていきたいと思います。ありがとうございます。ご質問を忘れては現地長をお願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。例えばね、正義って思うに、まず自分がされたらという気持ちを考えます。確かに私ははっきりと言いたいことを言うので、たまに人を傷つける時もありました。そして友達と喧嘩をしていなくなってしまった時もありました。でもそんな時はしっかり自分の言ったこと、自分のしたことを反省して、ちゃんと相手と話し合い、私が言ったことで相手がどう思ったのか、では相手は何を思ってそうしたのか話し合うようにしてから、私は相手の気持ちを考えてから行動できるようになりました。確かに全部自分が正しいとは限りません。でも今まで自分が経験してきた上で、自分が成長した上で正しいと思ったことをしてきました。なので私は自分を信じて行動しています。ありがとうございます。